原子力潜水艦フィラデルフィアの背部に設置されたドライデッキシェルターから SDV の発進準備中のシール輸送潜水艇チーム2のメンバーマーク8改め1型 SDV の横断面は長方形に近いことがわかる原子力潜水艦ダラスの背部に設置されたドライデッキシェルターに格納中のマーク8改め1型 SDV デュアルスライドキャノピーを開いた状態のマーク 八改め一型 SDV やハリマーク八改め一型 SDV の横断面は長方形に近いことがわかる。右端に見える円形の開口部はドライデッキシェルターの後部ドアシール輸送潜水艇はアメリカ海軍特殊部隊シールズ専用に開発された特殊作戦用の小型潜水艇であり潜水兵員輸送潜水艇の1タイプとして位置、続けられている。SDV はパイロット 副パイロット各1名と潜水兵員チーム及び兵員の装備を水中または陸上の目標へ輸送しまた撤収を行うのに用いられる。パイロット、副パイロットは普通は戦闘チームの一員を兼ねる。艇内に呼吸用の圧縮空気を蓄えており潜水兵員の活動可能範囲は各員の空気タンクまたは リブリーザーのみによる場合よりも大幅に拡張される。SDV は主に極秘任務を立ち入り制限区域で遂行するために用いられる。SDV によく似たものとして、同じくシールズ用に開発された改良型シール輸送システムと呼ばれるやや大型の潜水艇があるので、混同しないように注意が必要である。SDV では、船室内は水に浸かった状態であり、各兵員は、 スキューバ器具を装着し、手から圧縮空気の供給を受けた状態で乗船する。これに対して、アズズは生命維持装置とエアコンディショニング装置を備えており、船室内は空気で満たされている。SDV はリチウムイオ二次電池を動力源にしており、推進、ナビゲーション、通信、生命維持用の各装置を備えている。 マーク8改め1型 SDV は完全装備の数人のシールズ兵員を任務エリアへ輸送し付近で停止または回遊して待機し撤収したシールズ兵員を回収し帰還することができる。マーク8改め1型 SDV は現在のところアメリカ軍に採用されている唯一の SDV である。この外にすでに解約されたマーク6型7型11型がある。 SDV は一般に潜水艦の後部に設けられたドライデッキシェルター、または SDV 用の発進、回収設備を持つ水陸両用輸送艇から発進する。無人の状態でなら C-130 ハーキュリーズ輸送機から作戦エリアに空中投下することも可能である。SDV 開発計画は第二次世界大戦まで遡ることができ、戦時中は 様々なスレッドや潜水艇が潜水破壊チームのために開発された。戦後はガレージショップ型の形態で様々な潜水破壊部隊で開発が続けられた。これらの中にはマーク5.67および12型が含まれている。これらの中間の番号は作業場の床にはついに姿を表すことのなかったいくつかの艇に割り当てられている。 これらはすべて浸水型のデザインである。現在はマーク8改め1型を中心に据えている。浸水型輸送艇 SDV 開発計画は潜水破壊チーム及びシールズチーム用に供するために1975年に開始された。なお、この際に公式には潜水兵員輸送潜水艇と名付けられたが開発チームが途中で シールデリバリービヒクルチームズと解明された後は、たびたび誤って、シールデリバリービヒクルと呼ばれるようになったという経緯がある。初期のマーク8回例型は、水中で使用する PRC-104UHF 無線機を装備していた。最新のマーク8改め1型は、デュアルスライドキャノピーと緊急脱出用ハッチを備えている。ネイビーシールズマーク8改め1型が登場。 ネイビー・シールズ隊員たちが、テロリストが利用するとされる、飛行場がある、ソマリア国内に偵察で潜入するために使用する。撮影には、実物のオハイオー級原子力潜水艦、ミシガンの搭載艇が使用された。コール・オブ・デューティー・モダン・ウォーフェアにロシア軍によって、占拠された石油プラットフォームをダッシュすべく、主人公ら TF-141 と、ネイビー・シールズによって、 ロサンゼルス急原子力潜水艦、シカゴ、ダラスの搭載艇が使用される。アメリカ海軍の潜水艦博物館に関する記事。SDV マーク7の展示写真が R s e a l d e l i v e r i v e h i c l e g l o b a l s e c u r i t y o r g ハット a b イントロダクションツーネイバルスペシャルオーフェア、アメリカ海軍公開資料。 ありがとうございます。